時間が経つのって早いぞ。気づけばもうすぐ怪盗祭だぜ。リーユへの人はもうこの超大事なお祭りの準備を始めてる頃じゃないのか。今年も美味しいものがたくさんあるといいな。とにかくリーエコーに戻って見てみようぜ。火花を散らせ。ロッコの時間だぞ。おとなしくしな。お触り禁止。風雪の宿分。無我の教師。逃げ道はありません。タッタッセッよっそこフッフッタッフッ。リズムに乗れるかい。しっかり立ってな。依頼し召喚化粧。この仕事は排除するべきです。見切りました。稲光すなわち永遠なり。そこよっ。まずシャンリンを探しに行って、あれ、ソーリー？こんな時間にこんなところでどうしたんだ？ん？それは俺のセリフだ。ここで二人に会えるとは縁があるな。息災だったか？以前に比べて顔つきが穏やかになった。旅路の中で何かを追い求め続け収穫し続けるのはやはりいいことなのだろう。何のことはない。そういえば勝利はまたここでお茶を飲みながら講談を聞いてたのか。この一杯を飲み終えたら立つはずだったんだが。はずだった。ちょうどいい季節だからな。警察層あたりまで散策でもして宝月のタケノコを取ろうと思っていたんだ。あそこの住民からもらったことがあるんだが、実にいい味だった。え？宝月のタケノコ？普通のタケノコじゃダメなのか？あ、オイラわかったぞ。勝利はまた優雅な生活を送ってるんだろう。こだわりが強い勝利のことだから。宝月のタケノコの肉質は柔らかでえぐみがない。普通のタケノコでは替えが効かないとか言うつもりだろ。パイモンは賢いな。俺のことをよくわかっている。もうじき仮説だ。タケノコ以外にも同種から渡された目録には用意できていないものが結構ある。二人は差し迫った他の用事はないか？行こうと思ってたところなんだ。まだ誰に会うのか決めてなかったけど、
一番最初に会ったのがお前だったんだぞ。そうか。二人にはあの宝月のタケノコで作られたスープがどれほどの一品か想像できるだろうか。大きく切られた赤身肉の塊と香り立つタケノコを共に鍋へ入れ、とろ火でゆっくり半日ほど煮込み。ああ、お前わざとだろ。オイラたちがその口車に乗せられてお前のために使いっぱしりでタケノコを取ってくるとでも思ったか。ん？もとより宝月のタケノコがうまいのは事実だが、くねんない、ひとっ走り行くぞ。こいつのせいですっごく食べたくなっちゃったぞ。タケノコを取るのにはそんなに時間がかからないもんな。おいら絶対にスープを飲むぞ。確かにひと走りの甲斐があるビズと言える。いいだろう、二人にお願いするとしよう。もし上質なタケノコが取れたらぜひ俺にも少し分けてくれ。ほら見ろ、おいらこいつは絶対にこう言うって分かってたぞ。だがそう焦る必要はない。解凍祭期間中町には多くの人が行き交い、いろんなことが起こるだろう。他にやりたいことがあれば自分の心に従うといい。食卓の上でのタケノコは所詮花を添えるだけのもの。友人たちと共に楽しんだ方がその意義はよりはっきりしたものになるだろう。勝利はそのまま散歩しててくれ。オイラたちは先に行くぞ。ああ、気をつけて。タケノコ、宝月のタケノコ。お、こいつはまだ土から芽を出したばっかみたいだな。柔らかそうだし、こいつにしようぜ。これだけあれば足りるだろう。帰って。助けてくれ。ちゃんと見えてる？水は飲んでいない？落ち着いたよ。ありがとう。びっくりしたぞ。無事でよかったぜ。助けたのはこっちの女の子？レーネたちに。おじちゃん、こんにちは。ヨーヨと申します。よろしくお願いいたします。おお、なんかめちゃくちゃ礼儀正しい女の子だぞ。オイラはパイモン、こっちは旅人だ。私はドボルザーク、フォンテーヌから来た音楽家だ。石門の方にある道に沿ってリーウェ港まで行こうと思っていたんだが、ここの綺麗な風景に酔ってしまってね。いつの間にか道を間違えてしまっていた。さっきも滝に目を奪われて足を踏み外したんだ。もしこのヨーヨー嬢ちゃんが助けてくれなかったら。気にしないで、ドボルザークおじちゃん。でも滝から飛んでくる水は石造りの路面を滑りやすくするから、確かにゆっくり歩かなくっちゃ。これからはなるべく見知らぬ環境で考え事をしながら歩くのはやめましょうね。足元に気をつけるってことが習慣になりさえすれば、もうこんな目に遭わずに済むよ。ああ、肝に銘じるよ。お、もしかしてお腹が空いちゃったの？私はまだ。遠慮しなくていいよ。ヨーヨはリーユへの人間だから、各地から来た観光客をおもてなしするのも人情ってものだもん。もしまだ道を急ぐんだったら
必要な時に力を補給するのも大事だよ。ヨーヨのカバンにまだ何個かハスの花パイが入ってるから、みんなで分けて食べましょう。ネーネたちもどうぞ。うわー、この子めちゃくちゃ気が利くぞ。オイラの分まであるじゃないか。遠慮しないで。食欲旺盛なのはいいことだよ。パイモンちゃんがまだまだすくすく育ってるって証明なんだから。もうちょっと多めに作ってくればよかったね。ほら、めちゃくちゃオイラを甘やかしてくるぞ。リーユへの天使、ドボルザーコーチちゃんの口にあったかな。甘さが足りなかったりしない？いやいや、とても美味しいよ。モンドでご当地ムーンパイっていうのを食べたことがあるんだが、そいつのあんは肉だった。このハスの花パイはムーンパイと同じ製法でパイの皮を作っているが、味はそれぞれのいいところがあるね。故郷の味となると、ああ、本当に長い間食べてないな。というとドボルザークもずっと旅をしてるのか？ああ、私はイリデッセンスツアーの主催者の一人なんだ。絶えずいろんなところへ赴いている。イリデッセンスツアー？イリデッセンスツアーはフォンテーヌで影響力の大きい音楽祭と言えるだろう。規模を拡大して各国で開催するというのが私たちの目標だ。そう、主催側の私たちみんなが共に追い求める目標だったんだが、その後、話せば長くなるからやめておこう。話を私に戻そうか。各地を巡って音楽を宣伝する以外にも、実はちょっとだけ市場があったんだ。もったいぶらずに早く教えてくれ。先祖代々言い伝えられてきた話から話すことになるからな。みんな時間は大丈夫なのか？ヨーヨー、物語を聞くのは好き。うんうん、オイラたちも聞きたいぞ。そうか、では話すとしよう。これは旅をしていた私の先祖がとある旅の最中に遭遇した出来事の話だ。不意に足を踏み外して水に落ち、あと少しで溺れ死ぬというところで、彼は抑揚ある音楽を耳にした。何でもその音楽は彼が人生で聴いたものの中で一番美しく一番感動的なものだったという。そのような危機にあってもこの世のものとも思えぬような美しい音楽に注意を惹かれ、彼は自分が間もなく溺死するのだという事実さえ忘れるほどだった。ふと我に返ると、彼はいつの間にか岸へ戻っていることに気がついた。少し離れたところには浮世離れした雰囲気の見知らぬ女性が立っていた。先祖の無事を確認するや否や、彼女は何も言わずにふらりと去っていった。追いかけて礼を言おうと思った先祖だったが、二人は十数歩しか離れていなかったのに、どう追いかけてもその距離は一向に縮まらなかったんだ。結局彼は仕方なく女性の後ろ姿と遠くのサンガにお辞儀をして感謝の意を伝え、きびすを返して故郷への帰路に着いた。故郷に戻ると先祖は楽器の演奏を勉強し、詩人のように歌い語りながら旅をして、この物語を各地へと伝えていったんだ。その後、物語は言い伝えられる中で芸術的なアレンジを加えられることも多くなった。女性はいつしか天女とされるようになったんだ。そしてやがてフォンテーヌでは少しばかり名の知れた伝説になった。天女の見下ろす湖畔って名前でね。林の水辺でいい腕の奏者が楽器を演奏すると、
目に見えない天女が一緒にセッションしてくれると人々はよく言うんだ。ああ、この話は人々の想像の中でだんだんロマンティックなものになっていき、今や現実離れしたものになってしまった。しかし私は誰よりもその真実を分かっている。過去を遡ろうって発想でね、物語の原点である土地を訪ねて女性の子孫を探そうと思ったんだ。先祖が水に落ちた場所なんかとっくに探しようがないし、こんな捜索は海から針を救い出すようなことだとも分かっている。だが外を転々として早いくとせ、自分の足腰も昔ほどよくはなくなった。この半生で成し遂げられなかった願いはいつの日か執念に変わっていたんだ。ヨーヨーはまだ半生っていうほど長い時間生きてないけど、でもその気持ちは分かるような気がする。オイラもハスの花パイの花の中心近くにある一番おいしいあんのところを取っておいたのに、食べるのを惜しんでいるうちにポタンと水に落ちたりなんかしたら、オイラの余生絶対そのことを忘れられないぞ。はは、私のためにそう悲しまないでくれ。進展はもちろんあるんだ。私が考えるにはその場所はリーウェのはずだ。おお、やっと手がかりが見つかったのか。ああ、これもまた少し不思議な話になるんだが、モンドが自由と鹿の都だというのは前から知っていた。最近風神様は秋にモンドへ戻るらしいと聞いてね。それから彼は音楽の守護神であるとも聞いた。そこで私はモンドの教会へ祈りを捧げに行き、風神様に私を導いてくれと願った。そうして教会から出ると目の前で木の葉の集まりが風に吹かれて石門の方へ飛んでいったんだ。すると親切なモンド人がこれは風がリーウへ導いているんだと教えてくれてね。私はそのままその道を進んだというわけだ。これが知因というやつか。絶対に私を分かってくれる人がいると思ったんだ。本当？なんだか宝刀団の怪しいおじさんが警察層のおばあちゃんを騙すやり口みたいに聞こえるけど、元王帝君がお戻りになられたぞ。交通費か再生をくれれば俺からあの方へ渡してやる、一家安泰を守ってくださるぞみたいな。ヨーヨー安心してくれ。オイラたちそのこういう現象を読み解くのには慣れてるんだ。それに騙されないために一番大事なポイントはモラを渡さないってことだしな。感謝の意を表すため確かに結構なモラをかけて美酒をいくらか買って通り道の七天神像に備えたが、ああこいつ。じゃあヨーヨーはネーネたちとおじちゃんを連れてリーウェ校の玉境内に行くよ。ガウネーネを探しに行こう。ヨーヨーの知り合いはそんなに多くないしお役に立てないかもしれないけど、でもガウネーネとネーネがいつもお指してる七星だったら何でも知ってるよ。もしおじちゃんが騙されたならみんなは権利を守ってくれる。もし風の情報が正しくて確かなものでまだ人を探し続けることになったらやっぱりみんなに聞くのが一番便利だよ。しかしそうなるとまた皆さんに迷惑をかけて。ちょうど新しく取った薬草と植物をネーネに持っていこうと思ってたから、ついでついで。お、そういえばオイラたちもずいぶんカウに会ってないよな。怪盗祭の前に友達訪問と行こうぜ。ああ、本当にありがとう。絶対にこの恩は忘れない。みんな、ついてきて。ヨーヨが
いするよ。あ、ちゃんと足元を見ないとダメですからね。あ、オイラの仕事がまた一つ減った。でも、ひひ、オイラは盛り上げ役に回るとするぜ。リーユエコ、前回私が来た時とは違う。まるで同じ旋律でも繰り返し演奏していくうちにより色鮮やかになり変化に満ちていくような。まあ年に一度の怪盗祭だからな。確かにより壮大になった感じがするよな。今はリーユエコが一番綺麗な時期だって言っても過言じゃないぜ。ああ、行こうか。もっと目で楽しみたい、もっと近づきたいってうずうずしてるよ。この街の眺めは本当に美しい。人々の笑みにあふれた表情を見ると私まで感化されてしまうよ。ああ、音楽が浮かんでくる。少し指揮棒を振りたくなったな。気に入ってくれてよかった。あ、みんな、こんなとこで会うなんて奇遇だな。深淵ネーネ、こんにちは。ヨーヨが紹介するね。こちらは旅人にパイモン、それにドボルザークおじさんだろ。みんな結構前からよく知ってるよ。前回リーユエコーへ来てイリデッセンスツアーの宣伝をした時、相手をしてくれる人はあまりいなかったんだ。深淵さんはその数少ないうちの一人だった。こっちはイリデッセンスツアーに参加しようと思ってずっとついて走り回ってたのに、連続で何回もすっぽかされて。おじさん、一体どういうことなんだよ。ああ、深淵さん、すまなかったね。どの回もついてなさすぎて、不運なことが立て続けに起こって、それで開催できなかったんだ。そうだったのか。だったら仕方ねえよな。そういえばこの時期にリーユエコーへ来たってことは、まさか怪盗祭期間中に音楽祭をやろうってわけじゃないよな。怪盗音楽祭。いや、今回はちょっと私事でね。怪盗音楽祭はないのか。それは私の一存で決められることじゃない。音楽の祭典を開催するにはそもそも相当な人手と金がいるものなんだ。その上、私はリーユエの責任者と接触したことがない。このタイミングで軽率に始めようっていうにはいささか慌ただしいだろう。え、オイラたちが今から探しに行こうとしてるリーユエ七世っていうのがここの責任者だぞ。うん、国政ネーネも教皇ネーネもみんなすごいの。へえ、これはいい機会じゃないか。結局成功しなかったとしても言えば望みは増えるわけだし。そうだぜ、旅人もこう言ってるんだから。おじさんもたった何回かの失敗で勢いをなくすなよな。出演者の件ならあたいがここの表現者とつなげてやれるぜ。あたいの友達ウンキンはリーウェの名役者だ。あいつが顔を貸して運感謝の役者に一曲頼んでくれれば
この剣はいけると思うぜ。深淵はどうなんだよ、参加しないのか。そんなわけないだろ。今回このイリデッセンスツアー怪盗音楽祭がうまくいったら、オープニングを奏でるのは絶対にあたいさ。うわ、すっごい迫力だぞ。おじさん、あんたはどう思う？試してみようと思う。だが深淵さん、オープニングを飾るのはそう簡単じゃない。私はかなり厳しい基準であなたの作品を評価するから、しっかり準備しておいてくれ。望むところだぜ。あ、だったらあたいも街でブラブラしてるわけにはいかねえな。早く戻って練習しないと。ヨーヨー、あんたの姉弟子に会ったらよろしく伝えておいてくれよな。うん、ヨーヨー覚えとくよ。深淵ネーネも練習していっぱい上手くなってね。しっかり頑張れよ。おいら、さっきから気になってたんだけど、ヨーヨーの姉弟子ってまさかオイラたちに知り合いじゃないよな。知ってるはずだよ、シャンリン・シージェのこと。前シージェからあなたたちのことを聞いたもん。シャンリン・シージェって料理のことしか頭にないでしょ。いつも怪我をしちゃったりすると傷口が自分で治るのを待つの。だから身近に世話してあげる人が必要なの。あなたたちもきっと CJ のことで結構苦労したんじゃない？ヨーヨーから感謝するね。してくるね。ほれほれ、そう急がずともばあやは言ったりせんよ。本当にあなたという子は。ヨーヨー、もう何日も師匠に会ってないから早く会いたかったんだもん。よしよし、ヨーヨーは一番口がうまいの。おや、あなたたちじゃったか。怪盗祭の時期ってことで友達に会いに来たのかい？ピンバーや、半分当たりだぞ。オイラたち、このドボルザークおじさんを助けるために七星のところまで連れて行ってやろうと思ってたところなんだ。こんにちは、私はフォンテーヌから来た音楽家で、イリデッセンスツアーの主催者の一人です。この名前をお聞きになったことがあるかどうかはわからないが。師匠、師匠、イリデッセンスツアーってとってもすごい音楽祭だよ。はっはっ、バーヤもまだ知らないことがあるの。音楽祭か、良い響きじゃ。オイラも気になるぞ。ピンバーヤはどう思うんだ？大先輩だし、なんといってもリーヨへのいろんな伝統文化に詳しいからな。意見を出してくれたら、やるってなった時より方向性を決めやすいと思うぞ。つまりそのピンバーヤは新しすぎるとかって思わないか？それか他に心配事があったりは？そんなことあるはずないじゃろう。音楽は歴史と文化の証であり、異なる文化の間に渡される架け橋でもあるのじゃ。時代は変わっていくものじゃ。今の若者たちが愛する音楽もバーヤの時とは違うかもしれんの。じゃが良いものには人を引きつける力がある。むしろ
とても楽しみじゃ。おお、私の祖母以外に今まで見た老婦人の中であなたは最も賢い人だ。みんな揃いも揃って本当に言葉が甘いの。ようよ、次からは甘いものは少なめに配るんじゃぞ。師匠、今日はご機嫌だから冗談まで言ってくれるんだね。ほれほれ、まだやることがあるんじゃろ。早く自分のことに戻りなさい。時間を無駄にしてはいかんよ。ティマヤ、ありがとな。また会おうぜ。ついていきます。私に怪盗祭のことを伝える際、お祭りが近いからといって怠けた心を持たないようにと必ずお伝えください。わかりました、カウン様。では先に失礼します。タウデーデー。ヨーヨー、どうしてここに？タウデーデーが前に欲しがってた薬草、ヨーヨーが全部取ってきたよ。それからほら、スイートフラワーの種も一つ摘み。あとね、あとね、この干した青春の葉っぱでお茶を入れるといいよ。体にいいんだ。ヨーヨー、最近ネーネのお仕事が忙しいのは知ってるけど、働きすぎはダメですからね。また草むらで寝ちゃわないようにちゃんと気をつけて。この二人は何なんだよ。物分かりのいい妹とぼんやりした姉ちゃんの会話みたいだぞ。こん。ありがとうございます。でもパイモンさんの言う通りで、私は仕事以外だと確かに油断しがちです。改善しないとですね。世間話に気を取られてしまいました。こちらの方は？あ、オイラが紹介してやるよ。なんだよ、オイラ話すスピードが速すぎたか。確かにちょっと複雑なことだよな。もしどこかわからないとこがあったなら、オイラがもう少し詳しく話してもいいぞ。少々難しいですね。え？怪盗祭は毎年の一大行事として素晴らしいものにするだけではなく、様々な好みを持つリーユエの人々が満足するものにしなければなりません。イリデッセンスツアーはリーユエにおいてそれほど知名度が高くないので、皆さんがどう思うかは予測しがたいと思います。もしこの催しに全てをかけるとしたら、リスクはかなり高いと思います。そう、あなたの言う通りだ。わかります。ですから元の計画は通常通りに進めます。しかし新案にイリデッセンスツアーの公演を今回の怪盗祭の目玉イベントとして提出したいと思います。怪盗祭の夜は音楽祭という形でお祭りの楽しさを増やします。舞台はそうですね、港口にしましょう。はい、私もそれがいいのではないかと。この案をなるべく早く完全なものにするためには少しだけ時間が必要です。要点を分析して損得について詳しく話して、それから一番重要なのはピンと旅人さんも認めている旨を記すことです。
そうすれば七星もきっとこの案を真剣に審査することでしょう。ドボルザークさん、リーウェイに来ていただける音楽家たちの人数や規模、それから食事宿泊に関する詳細条件の決定についてですが、あなたの助けが必要です。ええ、そちらで話しましょう。カンオの仕事ぶりって相変わらず頼りになるよな。うん、ヨーヨもそう思う。師匠が言ってたの、人にはそれぞれ得意なことと不得意なことがあるって。だからカウネーネも自分が全部すごくなるなんて無理はしなくていいんだよ。身の回りのことはヨーヨに任せていいから。わあ、ヨーヨ、オイラのことも世話してくれないか。オイラまたお腹が空いたぞ。もうカバンが空っぽになっちゃった。でもあなたの好みを書き留めておくから、次からはあなたの好きな食べ物を持ってこれるよ。ハスの花パイ以外にもまだあるかな。甘いものなら全部。あとはスライム。こちらでいかがでしょう。まだ補足が必要ですか。いや、かなりいいよ。もう私には何の改善点も思いつかない。わかりました。では草案はこんなところにしておきます。もう一部書き写しますね。いいところに来てくれましたね。こちらはちょうど一段落ついたところです。恐縮です。今は一刻を争う状況ですので、すぐに七星へ案を提出してきますね。少々お待ちください。ヨーヨー、いろいろと持ってきてくれてありがとう。ちゃんと忘れないよう食べますね。ちゃんとお茶として入れるんだよ。タオネーネ、葉っぱをそのまま食べたりしないでね。はい。じゃあヨーヨーもそろそろ帰るね。外に長くいすぎると弟ガーに心配をかけるから。ネーネたちもおじちゃんも安心して、全てはきっとうまくいくよ。少し早いけど、ヨーヨから怪盗祭を祝して。ありがとう、ヨーヨー嬢ちゃん。怪盗祭を祝して。また一緒にご飯食べような。旅人にパイモン、それにドボルザークさん、こんにちは。私のことは国政と呼んでください。ことの経緯は全て分かったから、まずはみんなが一番気になる結論から言いましょう。七星は関羽の案を通したわ。これからは私が七星を代表して公演の準備に協力するわね。わー、よかったな。褒めすぎよ。これはもともと七星の仕事の範疇だもの。私たちはただことを前へと推し進めているだけ。それに私からしてみれば、新しいものや変化を求めるっていうのが私のスタイルだもの。だからこういう貴重な提携の機会があることは身に余る光栄だわ。本当に感謝するよ、国政さん。このところ立て続けに何回も失敗して、もはや疲れてきていたんだ。今回もまた同じ結果だと思って、全く希望なんか抱けなかった。それがまさかこんなに順調に進むなんて、まるで夢のようだ。うん、そろそろみんなを呼び戻す時だな。ハイレベルなステージがあるんだ。しっかり実力を見せないと。おじさんもなかなかやる気が出てきたな。安心してくれ。これからのことは全て私の得意分野さ。音楽家たるもの、音楽で語らないと。
あれか。あっちについては後からゆっくり。あ、ガンウ、どうしたの？そちらの件についても聞いていましたのに、あの時は案を出すことに気を取られて完全にこの件を忘れてました。気にしないでくれ。私は探したい人の顔すら知らないんだ。どう考えてもたやすいことではないさ。カンさんも私を気にかけてくださる必要はない。あなたの力はとても重要なんだから、この賞と怪盗祭全体に使うべきだ。あの時聞き終わった瞬間にふと思いついたことがあって、例えばその女性は天女というより仙人だった。ドボルザークさん、実は私は反戦の獣なんです。この体には人と仙獣麒麟の血が流れています。根源をたどるということの背後にある意義が私にはわかります。私も似たような行動をとって自分の帰属するところを探そうとしましたから。仙人、反戦、麒麟の地、このリーウェという場所にある仙人の噂は全て本当だったのか？芸術による脚色じゃなかったのか？本当だぞ。まあそんな簡単には会えないけどな。絶雲の間なんて見てる限りじゃ何にもないのに、全然自由に行き来できないんだ。はい、とにかくもし失われた音楽の一部分やリーウェの民間文化を探すのでしたら、私はお役に立てないかもしれません。ですがもし最終的に具体的な人を探すことになれば、私の方で何とかできると思います。なるほど、現状は把握したわ。カンウ、私たち二手に分かれて行動するのはどうかしら？はい、私もそう考えていました。分かったわ。私とドボルザークさんは公演が順調に進められるように町のことを解決していく。カンウは自分の人脈で人探しを手伝ってあげて。手元にある仕事の量はどう？時間は割けそう？寝なければ2日ほどで終わると思います。待って、寝ないのはダメよ。たとえ君の体に先住の血が流れているとしても、連続で働き続ければ大きな負担がかかるわ。うわ、国政の口からそんな話が出るなんて、正直説得力はないよな。死別れて3日なれば、すなわちさらに活目して相対すべし。努力さえすれば人は3日で成長できるんだから。ふん、休むことも大事だってことくらい私だって分かってるわ。では3日であればいかがでしょう？いいわ、あなたの都合に合わせましょう。もしお時間があるのでしたら付き合ってもらえないでしょうか？あなたは仙人の方々との付き合いも広いですし、リーユへの民からも人望が厚い。いてくだされば私も安心できます。よかった、では3日後にここで会いましょう。おじさん、オイラたちからの朗報を待ってろよ。本当に、なんて優しい方たちだ。私は本当に仙人でも子孫でもオイラたちが見つけてやるよ。そんで一緒に公園を見ようって誘ったところを想像してみろよ。絶対賑やかになるし感動的だぞ。きっとみんな楽しくなるぜ。これこそがお祭りだよな。あなたたちの言う通りだ。わかった、では私は実力のすべてを今回の怪盗祭で出し切ろう。話はここまでにしましょう。ドボルザークさん、私と一緒に公園場所を確認しに行きましょうか。おお、オイラたちも連れてってくれ。そういえば、みんなは音楽をどう見てどう理解してる？え、音楽は
いい感じの響きがするもの？ぶっちゃけて言えば、私はずっと人々にとっての音楽とは何かを探してるんだ。公演が終わったら、またみんなの答えを聞かせてほしい。ユーヘン様、百聞、何かあったの？行幸様の指示により怪盗祭の前に不安定要素を排除するため情報収集していたのですが、雲来の海より妙な旋律が聞こえてくるとのことで、勝手に深入りしては良くないと思い行幸様に報告しようとしていたところでした。でも緊急事態ですから、こうしているうちに処理に一番いい時期を逃してしまうんじゃないかと心配で。分かったわ、じゃあ私が。そうだぞ、国政も忙しいだろ。町の方だってまだあんなに心配事が残ってるのに。ここはオイルたちに任せろ。どんな突発事件も解決できる能力があるんだからな。こいつがいればの話だけど。旅人さんがいてくださるなら大丈夫だと思います。お二人にはご迷惑をおかけします。行幸様には私の方から事情を説明しておきますね。玉境内におりますので、事件の処理が終わり次第一声かけてください。うん、行幸によろしくって伝えといてくれよな。じゃあ君に任せるわ。行ってらっしゃい、気をつけて。二人ともお気をつけて。行ってた場所ってこの近くだよな。旋律なんて聞こえないし、人影も。こんな場所に来る暇人は誰かと思えば君たちだったのね。イエラン、お前はなんで足音を出さないんだよ。びっくりしたぞ。でも君たちは元気そうね。そこまでびっくりしていたわけでもなさそうだったし。あら、君たちもこの件で来てたのね。そしたらいろいろ説明する手間が省けるわ。ついてきなさい。この家の周辺はすでに調査したわ。安全よ。よっ。ドアや窓を調べてみたけど何の異常もないぞ。こじ開けられた可能性はなさそうだ。でもドアの横にある他の荷物は綺麗だぞ。なんだかちょっと前までここに住んでた人がいたみたいだな。この家の中、見た限り空っぽだな。何の貴重品もないぞ。変だな。悪いやつに根こそぎ持っていかれたみたいに何もないのに、全く抵抗の痕跡がないなんて。もし家の主人がいない間にこっそり忍び込んだんだったら、
ドアや窓に痕跡がないのは説明がつかないよな。そんなに細かく調べたんだから、ここで何が起こったのかは推測がついた。イエラン、何か証拠を隠してないよな。私は君たちと同じ側に立つ人間よ。君たちを困らせてどうするの。わかった、負けを認める。オイラ思いつかないぞ。君は？君も負けを認める？ええ、確かに思いつきにくいでしょうね。正直なところ私もたまたま関連する知識を持ってたから糸口を見出せただけ。ずっと昔リーユへの郊外には山賊たちがいた。彼らは村を襲う前に決まって角笛を吹いたの。あの怪しい音楽は決して雰囲気を盛り上げるためのものではなかったわ。あれは弱者に対する威嚇であり、ある種の警告でもあった。村人たちは命を守るため、そんな夜はすぐに家から逃げ出し、財産もできるだけ持ち出した。他のことまで気にかける余裕はなかった。その後、山賊たちはもちろん捕まったわ。ただ、恐怖の影は永遠に村人の心に残ってしまった。昔のあの旋律を耳にした途端、無意識のうちに山賊が来たのだと思ってしまい、慌てて逃げ出す。今私たちの目の前にある光景を作り出した犯人もまさにこの点を利用したのよ。だから侵入する際も邪魔は入らなかった。そうだったのか。私たちの被害者は肝がちょっと小さかったけど、おかげで危険に遭うこともなかったはずね。そうすると大事なのはどうやってこの模倣犯を見つけ出すかってこと。普段ならきっといい方法なんでしょうけど、今日はダメね。周りを見てみればわかるけど、この犯人は旋律を悪事に利用した以外に逃げ方も心得ていたようね。土壌に足跡が残らないようにわざと土の道を避けている。それに操作に慣れた者にも気づかれないように元素の染みついた道具は何も身につけていなかったみたいよ。でも残念だけど、私は追跡の専門家よ。この程度の手口なんてことないわ。なんかオイラたちイランについていけば良さそうだな。ええ、しっかりついてきてちょうだい。安全を追求するならきっと草木の生い茂った道を選んだはずよ。低木や木の枝を折らないで済むようなね。ほら、ここを見なさい。とても浅いわずかな痕跡だけど、すごく不自然よ。これは植物の上で重いものを引きずった跡だわ。どうやら方向は間違ってなさそうね。犯人の進む速度が速くなっている。一般的に言えば重いものを持ち歩くときって時間が経つほど体力の消耗が大きくなるものよ。なのにこういう異常を見せたってことはきっと心理的な要因があったんだと思うわ。例えばもうすぐ拠点に着くとかね。とても好きです。一網打尽にするわよ。
おい、お前らは誰だ？どこから来た？ええ、証拠は確かね。さあ、自白すれば多めに見てあげる。私の堪忍袋の尾が切れないように振る舞うことをおすすめするわ。バカなこと。お前らが怖いもんか。なら、もう少し怖がった方がいいわよ。相手を間違えたら。こんなに手強い奴らだったのか。だが、こうなってしまった以上。やる気はない。お許しを。あら、叫ぶのがちょっと遅かったわね。危うく手が止まらないところだったわ。悪かった、俺が悪かった。本当に反省します。どうか多めに。ふん、自分で白状なさい。チャンスは一回しかないから、私に問い詰めさせないことね。じゃないと。はい、分かってます。ほら、もう祭りじゃないですか。自分も物を買って生活を改善したいもんで。確かに俺は宝刀団のものだが、普段はそういった盗みとかスリとかは経験がなくて、いざやるってなると本当に怖くてできなかったんです。おい、今さら言い逃れかよ。いや、そんな、俺は本当のことを話したまでです。ええ、続けなさい。考えに考えて、最終的に小さい頃のことを思い出しました。山賊が角笛を吹くと、すぐにおばあちゃんは俺たちを連れて逃げ出したものだった。俺は記憶に残ってる戦術でやってみたんです。最初は本当に試すくらいの気持ちだった。まさかあの家の人が本当に逃げるだなんて。それは口まで届けてくれた肉を食べない道理はないだろ。いや、俺はその間違ったことをしたのは分かってます。盗んだものも全部元通りに戻します。どうか寛大に。寛大な処分、あるいは示談で済ませて、牢屋で解凍祭を過ごすことがないようにしてほしいのね。はい、その通りです。なかなかいい考えだわ。でもね、最初に自白を求めた時、君はチャンスを逃してしまった。一緒に来てもらうわよ。盗品を戻して、私と一緒に被害者を見つけて、面と向かって謝罪をしたら、総務省まで護送するわ。君も被害者だったなら、あの怖い気持ちは一番理解しているはずよ。恐怖よりもその貪欲さの方が大事だった。大体その才能があったら、まともな職に就いた方がよりうまく自活できるんじゃないかしら。おっしゃる通り。ここまでにするわ。反省の時間はこれからたくさんあるものね。後片付けはついでにやっておくから、ここで別れましょう。ええ。あれ、まだ何かあるか。今のところあなたたちの情報源はわからないから、念のため帰っても私のことは言わないでちょうだい。捜査も逮捕ももともと君たちがやろうとしていたことだし、この手柄を君たちにあげても間違いはない。受け取ってくれた方が私も嬉しいわ。少し早いけど、回答さえよしくして、さようなら。ディエランってテキパキしてるよな。あいつに任せれば安心だぜ。じゃ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 ーん、突発事件妙な旋律クリアだぞ。そういえば、結局あの宝刀団メンバーに例のメロディーを演奏してもらえなかったな。ちょっと残念だぜ。だろ、やっぱりお前にも想像できないよな。ど
ボルザークおじさんと何気なく話してた時、音楽は全部いいものなんだって思ったぞ。普段オイラたちが耳にするメロディーは、なんていうか、あれだろ、人の気持ちを落ち着かせて、いい思い出を思い出させて、楽しかった体験を連想させたり。まさか音楽がこんなことに利用されるなんて。そうなのか。確かにそうかもな。オイラの音楽に対する理解が前よりも進んだ気がするぜ。とにかく事件も解決したことだし、 DU エコーに戻ろうぜ。100分と突発事件の報酬がオイラたちを待ってるぞ。よっ。それは良かったです。しばしお待ちください。お二人が来たら報告するようにと行幸様から言われておりますので。二人とも久しぶりね。もう長い付き合いなんだし、行幸はまだ怪盗祭のことで忙しいんだろ。オイラたちに気を使うなよ。長い付き合いだからこそ粗末な対応をしていい道理がないわ。お茶でもてなして少し休んでもらうくらいは当たり前よ。けれど確かにあなたの言う通りね。たとえ他の些細な懸念を全て取り除けたとしても、目の前にはまだ盛大な公演がある。公演が終わったらイリデッセンスツアー側を招待して今後の提携についても話し合わないと。それから出資の割合も詳しく話して決めなければいけないわ。仕事って永遠に終わらないものね。もう未来のことに手をつけてるのか。では目の前にあるものについて話しましょうか。あなたたちはここに来るまでに、今年港口に置かれている名勝の塔を見たかしら。確か大きな水鳥の形をしてたよな。どの仙人が原型になったんだ。なるみ聖火神君。この名前を覚えているでしょ。言い伝えでは彼は心が広い仙人で、自由気ままに行動し人に真摯に振る舞うと言われている。このきらめく刀彩の中、栄魂が海を渡って飛来することを願う。音楽が流れる水とともに四方へと響き渡れば、天にいる彼らの魂はこの時代の旋律を気に入ってくれるかしら。気に入ってくれると思うぞ。だって行幸の話からすると、仙人も英雄もみんな心が広いもんな。新しい物事に対しても包容力はバッチシだと思うぜ。ならよかった。関羽が伝説の仙女の子孫を探すのを手伝っていると聞いたわ。途中で何か面白い出来事があれば私にも教えてちょうだい。そんないい話、私も見逃せないもの。